いただきます。お、今日のスクランブルエッグ、なんかいつもと食感が違う。確かに、いつもよりふわっとしている気がするな。あら、気づいた？今日はマヨネーズを入れて作ってみたの。ふわふわに仕上がりやすいんですって。そうだったんだ。ふわふわでコクがあって美味しいね。この一瞬を一緒に。あ、シュワデリサイダー、レモネード味も期間限定で発売中。みんなで一緒に青春しよう。おお、サキたちの曲ではないか。いつ聴いてもいい曲ね。いっちゃんが一生懸命作ってくれたんだ。キラキラしてて青春って感じだよね。そうね。それにお母さんすごく嬉しいわ。サキがずっと見ていたサイダーの CM にサキたちのバンドの曲が使われるなんて。お母さん。ああ、なんだか感慨深いな。復学したらこの CM のような青春を送るんだと楽しそうに話していたサキが。ちょ、お兄ちゃん、泣かないでよ。でも、こうしてテレビで曲を聴くと、なんだかプロになったって実感しちゃうな。次のフェスも頑張らなきゃ。そういえばさっき、今日も練習してくるの？あ、そうそう。お昼に事務所行ってから夜までジャムフェスの練習してくるんだ。だから遅くなると思うし、夕飯は私抜きで食べちゃっていいからね。おお、頑張ってこい、サキ。応援しているからな。はーい。お、もうこんな時間だ。早く行かないと遅刻しちゃうよ。サキ、そんなに急いだら喉に詰まらせてしまうぞ。落ち着いてゆっくり食べるんだ。ごちそうさまでした。それじゃあ行ってきます。はい、気をつけてね。ってことがあったんだ。お母さんもお兄ちゃんも朝からすっごく喜んでて。二人とも相変わらずだね。うちも似たような感じ。 CM が流れるたびにお姉ちゃんがいちいち顔見てきて。うちのお父さんもいちこの曲だって毎回言うんだよね。きっとみんな嬉しいんだね。ふふ、そうね。みんなのご家族はずっと身近で応援してきたでしょうから、プロとして活躍しているって感じると誰よりも嬉しいんだと思うわ。まあそうかもね。じゃあ期待してくれるみんなのためにジャムフェスは頑張らないと。そうだね。プロになってから初めてのライブだし、私たちをずっと応援してくれてる人たちも来てくれるかもしれないから。うん、いい演奏を届けたいな。そういえばジャムフェスってどういう感じのイベントなの？他のバンドがたくさん来るってことは聞いたんだけど。ジャムフェスはよくあるフェスと同じで、大きな会場にいくつかステージがあって同時進行でやっていくんだけど、今回はステージが3つに分かれてるんだ。
有名なバンドが出演するメインステージに、実力派バンドが集まるサブステージ、それと私たちが呼ばれてるデビューしたばかりのバンドが出演するルーキーステージ、お客さんはその3つのステージを自由に行き来して好きなバンドのライブを見れるんだよ。へえ、そんなにたくさんステージがあるんだ。なんだか楽しそう。いろいろなお客さんが来そうだね。実際そうだと思います。ただメインステージを見に来るお客さんがほとんどだろうし、うち目当てに来る人はあんまりいないんじゃないかな。でもルーキーステージにはスタンドアウトやアネモネも呼ばれてるみたいだから、見劣りしないように気合を入れないとね。そうだね、そのためにも練習頑張ろう。なん